もうちょっと体を起こしてよ。やりづらいんじゃない？よいしょ。お姉ちゃん。顔逃げちゃう。ごめんなさいね。はい。上手。ママ。はい、はい。たまに。これでも流れちゃう。これ、酸素楽なんですかね、あると。いや、絶対楽だと思いますね。あ、そうなんですね。コネちゃんはちょっと、うってなりますけど、小動物さんとか、に強制給餌、うんうん、栄養補助するときは、うんうん、やっぱり自分からこう来たりしますね、うん、ここに、分かりやすい、小動物さん分かりやすいですね、楽だなと。ハムスターとか、そっち系ですか？チンチラとか、ハリネズミちゃんとか。そうなんだ、分かるんだ。これじゃあ多分音とかで、そうか、うてなるけど、そうかそうか。でも楽だよね、呼吸が楽なのね。そうなんだね。じゃあやっぱり必要なんだね。あーあ、怒ってます。すいません、怒ってますね。はい、やだね、楽なんだ、なんだこれって、ね、だけど楽なんだ、そうだよ、ね、大切なんだって、うん、そうか、すごい本能的に必要なものがやっぱ分かるんですね。コネは怖い方が先なの。でも結構重症の子だったからかもしれないですね、うんうん、本当に苦しいってなって。そうかそうか、そうか、すごいね。あー、すごい早いね、コネちゃん。ごっくんごっくん、もう終わるんじゃない？この時間帯おっと、おいしい、おいしい。結構動いたもんね。本当ですか？ね、動きました。そう、いいのかなっていうくらい動いたもんね。うろ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 、お部屋の中ね。でも全然歩きます、うん、でもなんだろう、普通に歩こうとするときとお尻だけで、お尻を吸ってあの前足だけでっていうときと2パターンあるので、やっぱ痛いのかな。そしてここが痒くなるみたいで、でも届かないから途中まで上げて、あーってなってやめてますね。たまにこうやって書いてあげると後ろ足が動いてる。あ、やっぱりそうね、痒だったんだよね。そうだよね、それが一番ね辛いよね、きっと。こんちゃんとで痛いよりもなんか痒いのが届かないよ、ね、すごい。こんちゃんもう終わっちゃう、ね、終わるよ。暑くないですか？あ、大丈夫です。そう、コネが寒がるというか、なと思って。なんだろう、なんか遊びたくなるときに、はい、なんかこう飛び跳ねるというか、なんかこう行こうとするのが後ろ足がついてこないから、またあーってなってました。なんかもどかしい気持ち。そう。そうね。遊びたい気持ちはそうですよね。あるんだけどって感じだね。でも無理するとまたね、変なことになりますもんね。怖いですね。どうね、終わった、これちゃん。終わっちゃった。ちょっと酸素だけ。どうですか？ちょっと終わっちゃった。はい。みけんみけん。なんだよ。楽楽だね。よかったよかった。おお。はあ、欲しいもん。ほんじゃ最近下にすごい興味が。ねえ、そう、本当に。お母さん見て。あららら、ちっちゃい。本当だ、できたね。ミニチュアでしょ。はい、ミニチュアでもミニチュアの方が形が残って、うん、分かりやすい、ほら、ね。